供は要は端を噛むので、その端の塗料を食べてしまう。無意識に当然体内に取り込まれますよね。材料のわからないものを使ってるのはやっぱりあんまり好ましくないんじゃないかなっていうことで、主人がメガネの材料でチタン箸を作り始めたのが初めです。表面のその滑らかじゃなければいろんな光が乱反射しますよね。そうすると光が当然曇ります。そのくすんだ発色ではなくて、弊社はそのクリアな色を出すために72時間かけて研磨をしています。弊社の箸は普通のチタンの色ではないっていうことにお気づきになられたと思います。まるでステンレスのように輝いていたと思うんですけれども、ここまでやはりして初めて弊社のチタン箸かなと。一般的なチタンカラーで収めてしまうのはやはりチタンをメガネの材料にメガネを作っているものとしてはちょっと残念。やはりチタンの本当の美しさを皆さんに分かっていただいて、食卓においても明るく美しい箸にしたい、食卓が楽しんでいただけるような箸にしたいなとは思ってはおります。